皆さん、こんにちは。サッカー日本代表は13日、みずほブルードリームマッチ2023でカナダ代表と対戦した。試合は 4-1 で日本代表が勝利した。韓国メディアがこの試合を伝えている。連合ニュースは日本代表がカナダ代表を撃破した記事を伝える中で、日本代表の攻撃力にフォーカス。日本代表は前半だけで3得点を挙げ、早々と勝負を決めた。ここ5試合で22得点の大暴れで、とてつもない攻撃力を誇示していると記した。反抗期 .com は、三笘薫抜きで 4-1 と見出しをつけ、主力不在の中でも日本代表が強さを見せつけたことを伝えている。さらに、日本代表のサッカーは一人に頼ることなく有機的な攻撃をしており、どんな相手からでもゴールを挙げているとした。なお、韓国代表は13日にチュニジア代表と対戦し、4-0 の勝利を収めている。チュニジア代表は17日に日本代表と対戦予定だ。10月13日、日本代表はデンカビックスワンスタジアムでカナダ代表との親善試合に臨んだ。前半で3点のリードを奪って試合を優位に進め、後半も1ゴールを追加。終盤に1点を返されたものの 4-1 の快勝を収め、5連勝を飾った。日本の戦いぶりを速報で伝えたのが韓国メディア X スポーツだ。日本はなんとここ5試合で22得点の大爆発だと驚きを隠せず、圧巻の攻撃サッカーを繰り広げたと称えた。早い時間帯に先制点を奪ったものの、 PK を献上してピンチを迎えた。それでもゴールキーパー大挟まが見事なブロックで阻止して、日本は一気に流れをつかんだと分析。その上で、2026年ワールドカップのホストカントリーカナダは決して悪い内容ではなかったが、日本の良さが際立つゲームとなったと続けた。さらには、今年11月開幕の FIFA ワールドカップ北中米大会、北中米ワールドカップアジア二次予選や、来年1月開幕の AFC アジアカップを前に結果を残したが、カタール国内では日本がアジアカップの優勝候補に押されているようだ。欧州強豪国のドイツやスペインを下して、カタールワールドカップベスト16入りを果たした日本。先月の欧州遠征でもドイツを 4-1 で下して注目を浴びると、トルコ相手にも 4-2 で勝利。カタールワールドカップ出場国のカナダに対しては、前半のみで3ゴールと自力の差を見せつけた。ミッドフィルダー田中碧、フォルトゥナ・デュッセルドルフらの活躍が光った日本。韓国国内では以前から一方的に日本をライバル視する論調があり、アジアカップ決勝での日韓戦実現を望む声も上がっている。しかし、韓国メディアベストイレブンによると、アジアカップの大会組織委員会 CEO は、優勝争いの行方を聞かれると、カタールが決勝に進むと思う、日本も決勝トーナメントに進む可能性は高い、というのも日本はアジアカップでいつも好成績を残しているからだ。この2チームが優勝する確率が高いと、決勝の対戦カードを日本対カタールと予想。その上で、日本とカタールが強力だとはいえ、韓国、サウジアラビア、イランなどアジア全体が急速に成長している。だから、この大会を通じて我々は驚くべき光景を目にすることになるだろう。もちろん、そう簡単にはいかないかもしれないけど、と韓国にも言及したという。アジアカップのグループリーグでは、日本がグループ D でイラク、ベトナム、インドネシアと同居した一方、韓国はグループ E でバーレーン、ヨルダン、マレーシアと対戦。両国代表がグループ首位で決勝トーナメントへ進出した場合、準決勝までに対戦することはない。なお、韓国メディアスポータルコリアによると、韓国立いるユルゲン・クリンスマン監督は今月の記者会見で森保ジャパンに言及。彼らと対戦することにより、相手との技術の差を感じることができると、日韓戦の定期開催を望んでいるほか、杭州アジア大会と同じくアジアカップの決勝でも日本と対戦して優勝したいと意気込みを語っている。バイエルン・ミュンヘン所属ディフェンダーアルフォンソ・デイビスら擁するカナダ代表は、今月13日に日本代表森保ジャパンと対戦。韓国国内ではカナダが韓国代表とマッチメイクしなかったことに注目が集まっているが、
カナダは日本戦のみで十分だと考えているようだ。2018年の UEFA ネーションズリーグ開幕以降、欧州勢とのマッチメイクが難しい中、日本と韓国はアフリカや中南米諸国と対戦する機会が増加。今年3月は両国代表ともにコロンビア、ウルグアイと対戦したほか、6月にはエルサルバドル、ペルーと激突していた。しかし今月は日本がカナダ、チュニジアと対戦する一方、韓国はチュニジア、ベトナムとマッチメイク。カナダは来月の CONCACAF ネーションズリーグ開幕まで日本戦一試合のみだ。それだけに韓国メディア、日刊スポーツは、今月10日に行われた国際親善試合で中国に0-2で敗れたベトナムを格下扱い。カナダと対戦する日本と比べて、韓国はベトナム戦を通じて収穫を得ることはそこまで期待できない。なぜカナダは今月の国際 A マッチで日本とのみ対戦するのかと疑問を投げかけていた。するとカナダの公共放送局 CBC カナダ放送協会は、カナダ代表は国際親善試合の枠を一つ欠く財政面での制約があるほか、日本の他にクオリティの高い対戦相手を見つけることができなかったからだと、カナダが今月の代表ウィークで日本戦に限定した背景を説明している。カナダ代表は昨年11月のカタールワールドカップ開幕前の強化試合で日本に2-1で勝利。ワールドカップではベルギー、クロアチア、モロッコ相手に3戦全敗とグループリーグ敗退という結果に終わったが、前回大会の CONCACAF ネーションズリーグでは準優勝。欧州でプレーしている選手も多いだけに、ドイツを2度下した日本とのマッチメイクを選択している。また韓国代表は今月7日、第19回アジア競技大会、杭州アジア大会、男子サッカー競技の決勝で U22 日本代表に2-1と勝利、大会3連覇を成し遂げているが、ミッドフィルダーチョンウヨン、VFB シュツットガルトの挑発行為が韓国国内で話題を呼んでいる。ミッドフィルダーイガンイン、パリ・サンジェルマンをはじめ A 代表招集歴のある一部選手もメンバー入りした韓国は、グループリーグ全勝で決勝トーナメント進出。ラウンド16でキルギスを5-1で下すと、準々決勝では開催国中国に2-0で勝利。準決勝のウズベキスタン戦ではラフプレーに合う中でも2-1と接戦を制した。そしてインドネシア開催の前回大会に続く日韓戦では、前半2分にフォワード内野幸太郎、筑波大に先制ゴールを許したものの、同27分にチョン・ウヨンのゴールで同点に。後半に入っても一進一退の攻防を繰り広げる中、11分にフォワードチョ・ギョンウク、金泉直武 FC が勝ち越しゴールをマーク。その後は日本の反撃を振り切って金メダルを獲得している。優勝の立役者であるチョン・ウヨンは、大韓サッカー協会 KFA 公式 YouTube チャンネルのインタビューに登場。同選手は試合終了のホイッスルが鳴った瞬間の感想を聞かれると、何人かの選手が実際に自分の方を叩いていたと答えるなど、すぐに金メダル獲得の実感が湧かなかったことを明かしている。さらに同選手は決勝戦後の選手村におけるエピソードを告白。一番印象的なのは、決勝戦が終わった後、選手村に日本代表と我々しかいなかったことだ。試合が終わってから日本の選手たちと同じ場所でご飯を食べた。僕は金メダルをかけながら食事していたけど、日本の選手たちは黙々としていたよと、当時の状況を振り返っている。オーバーエイジ選手不在で22歳以下と韓国とは異なり、2軍メンバーで臨んだ日本。優勝を逃しただけに、チョン・ウヨンの姿が脳裏に焼き付いていることだろう。今後どのような展開になるかは分かりませんが、動向に注目していきたいですね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。